セバスティアン一世は、ポルトガル王国、アビス王朝の王。大望王と呼ばれる。ジョアン三世のイツ王ジョアンマヌエルと、スペイン王カルロス一世の娘、フアナの子。父ジョアンマヌエルの母カタリナは、カルロス一世の妹、母、フアナの母イサベルは、ジョアン三世の妹であり、セバスティアンの両親は、父方と母方の双方で、重視定の関係にあった。 ソフ・ジョアン三世には多くの男子がいたが、セバスティアンの父・ジョアン・マヌエルも含めて全員に先立たれ、セバスティアンは父・ジョアンが没死した18日後に誕生した。広場に詰めかけた群衆に王子の誕生が知らされると、群衆は王子の誕生に歓喜し、祝福した。フアナに男子が誕生しなければ、スペイン王フェリペ二世の王子ドン・カルロスにポルトガル王位が移る。 可能性があったために、セバスティアンの誕生は、国民から望まれ、待望王とあだなされた。生まれた王子は1月28日に受選し、誕生日の成人、セバスティアンスにちなんでセバスティアンと名付けられる。セバスティアンの誕生から4ヶ月後、母フアナは、婚約時の取り決めに従って、母国スペインに戻った。1557年に、ジョアン三世が没した後に、 セバスティアンが3歳で即位し、祖母カタリナが摂政として、セバスティアンを貢献した。1562年から1568年までは、王子の数期共同エンリケが摂政を務めた。1562年に招集されたコルデスは、セバスティアンに結婚を要請し、王子であるスペイン王フェリペ2世の王女イサベルクララエウヘニアとの婚約が取り決められた。があり、 冒険心に富んでいたことから、セバスティアンは、騎士をともあだなされる。しかし、情緒不安定で、虚栄心が強い性格の持ち主でもあり、他人の意見をほとんど聞き入れなかった。自分にへつらい、都合の良い意見を述べる人物にだけ、親しみのある態度を見せていた。十一歳の時に、バターリアを訪れたセバスティアンは、ジョアン二世の墓を掘り返し、遺体を立たせて、彼こそ、 王の責務を最もよく果たした人物であると言った。セバスティアンは狩猟と乗馬にふけって国政には関心を示さず、政務の実験はエンリケから取り巻きたちに移っていった。家庭教師であるイエズス会イのカマラ神父、アジアアフリカを転戦した経歴がある森役のドンアレイジョは、セバスティアンに強い影響を与えた。14歳になったセバスティアンは申請を行うが、 幼少期から戦争と宗教に異常とも言える興味を示していた。祖父に、ジョアン3世とカルロス1世、おじに、フェリッペ2世というヨーロッパの大国の君主を演説に、持つセバスティアンは、自分自身も偉大な王になることを運命、付けられていると信じて成長していく。年を経るにつれて、セバスティアンの中では十字軍を実施する願望が強くなっていった。ジョアン3世は、 多額の維持、防衛費を要するモロッコの都市の多くを放棄したが、セバスティアンはこれらの都市の回復を望んだ。セバスティアンが建てた遠征の構想は大胆であるが計画、戦略、退却については考慮されておらず、彼はそれらの要素を臆病者の考えと一周した。戦費を捻出するために国民と教会に重い負担がかかり、外国の商人から多額の軍資金を借り入れた。 1574年にセバスティアンは、サード調子配下のモロッコに、初めて上陸し、3ヶ月間泊まったが、戦闘は発生しなかった。帰国後にセバスティアンは遠征の準備を再開し、おじのフェリッペ2世に支援を求めたが、援助は得られなかった。セバスティアンと会見したフェリッペは遠征の結果を、不安視し、かつて取り決めた、結婚の延期を申し出た。 アブーマルワン・アブド・アルマリク一世によって、モロッコの王位を追われたムーレー・ムハンマドがポルトガルに支援を求めたとき、1578年夏に、セバスティアンは傭兵を含めた約1万5000の兵士を率いて、再び、モロッコに上陸する。セバスティアンの軍隊は、統制が取れておらず、規律に欠けていた。1578年8月4日に、アルカセル・キビールの戦いで、 ポルトガル軍はイスラーム軍と交戦し、ポルトガル史上最大の惨敗を喫した。この戦いで敵のアブーマルワン・アブド・アル・マーリク一世と、味方のムーレ・ムハンマドは共に戦死し、セバスティアンも行方不明となったが、遺体は見つからなかった。モロッコ遠征に用した戦費は、歳入の半分に達し、国家は多大な損失を被った。また、セバスティアンは、 王妃候補者をことごとく知り添け、生涯独身だったため、着手はいなかった。このため、ポルトガル国政は混乱し、数奇教で摂政を務めていたエンリケ一世が生殖のままに大いにつくが、世俗に戻り婚姻することを、スペイン王の影響下にあるローマ教皇庁に禁止されたため、またも後継者を決めることができないまま1580年に死去し、その後ポルトガルは、 スペインのフェリペ2世に支配され同君連合として隣国の支配下に置かれることになる。セバスティアン1世が申請を取っていた期間の大部分はポルトガル国内は安定した状態にあり大規模な政治改革は行われなかった。信仰、教会に関連する法令が多く制定されポルトガル本土と植民地の新たな市教区の設置、 宗教裁判所の権限の強化などが実施された。ジョアン三世が没してセバスティアンが即位した後も、ポルトガルの海外領土は、拡大を続けた。1559年に、ポルトガル軍は、インド西岸のダマンの再征服に成功する。1567年に、ブラジル総督、MEM ですが、南アメリカのリオデジャネイロ湾から、フランス軍を撃退し、要塞を占領する。 要塞はコロニアに作り替えられ、これが後のリオデジャネイロに発展する。1570年にはアンゴラの植民地化を開始した。1562年にモロッコ、1570年にインドのゴア、チャウルが攻撃を受けるが防衛に成功した。ポルトガルの奴隷貿易に対しては規模が大きくなったためカトリック教会への改修に。 悪影響が出ることを懸念して1571年に日本人の奴隷交易の中止を命令した。1580年からポルトガルはスペインの支配下に置かれ、困窮する民衆は救世主の出現を熱望していた。1530年に靴屋のバンダーラが書いた隠れた王が民衆を解放する予言詩にセバスティアンが当てはめられ、遺体が見つからなかったセバスティアン王は 実は戦死しておらず、敗北を弾いて、姿を隠しているだけである、と信じられるようになる。民衆は、セバスティアンの帰国を信じ、各地に、セバスティアンを詐称する者が多く現れた。スペイン支配下のポルトガルにおける、このセバスティアニズムは、スペイン支配を終わらせる民衆の反乱の原動力になり、1640年12月1日に放棄し、 国家独立を回復したジョアン4世のブラガンサ王朝の正当性を強化するために利用された。ありがとうございます。